簡略的に言えば28年かけて、中華人民共和国の成立を実現し、さらに29年をかけて、1978年に、改革開放政策の確立、中国特色のある社会主義はこうあるべきだと、こう進むべきだという道を探し当てたと私は理解します。それ以来40数年の時間をかけて、西側諸国の100年以上の道のりを、そのプロセスを早めて、中国の現在の成果を、そのもたらしました。中国の発展のスローガン、モットーには平和発展協力ウィンウィンということで、中国自身の発展、平和的発展を実現し、また世界各国と共同の繁栄発展を実現してまいります。中国の発展の方向、あるいは外交においては中国の方針もはっきりと示されています。それが習近平主席、習近平総書記が繰り返し述べられました。中国では国際的に公平正義を求め、人類文明共同体、また新しい形の国際関係の構築を推進してまいります。そのために国際の公平と正義を守るために、中国自身の平和的発展を守るために、中国は当然そのこれに異なる声に対しては、中国は声を出して、中国の主権、安全、発展の利益を守り、自分の進むべき方向をあくまでも堅持してまいるものだと理解しています。